にゃんこ先生に出会う儀式、エビフライ献上されてる。にゃんこなのかそもそも、タヌキなのか。こんなイケメンがさ、そんな感じだったらさ、いや興味惹かれちゃう。うわー、いいな、なんか夢のかけらだね。でも本当にどうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは夏目友人帳6特別編に夢幻のかけら見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました夏目友人帳6期特別編 OVA ということで見ているわけなんですけれども、前回は特別編1鈴なりの切り株を見て、もうかなりパンチが強くてあーんってなってしまったわけなんですけれども、今回夢幻のかけら、無限のかけらかな、ちょっとなんかどっちの方がいいのかなっていうのはわからないんですけれども、見ていこうと思います。夢や幻、さあそんな感じのお話というところで、まあちょっとやっぱり本当に幻想的なお話に近いこの夏目友人帳ですけれども、その中でも夢幻のかけら、無限のかけらというものがどこかに落ちているのかもしれない。はい、まあサムネを見る限りにゃんこ先生とまた別の人間が関わっていくんじゃないかということで、いろいろ注目していきましょう。グッズが発売しています。それでは見ていきましょう。よーい、スタート、レッツゴー。運ないものばかり、あ、これラストか、フローリア。ものばかり、わー、ラストか。なし、うんば、あると、てる、もう全部褒めて、だがあるから、フローリアずっと探してた、間に合った空が僕を愛せたら。この絵もいいよね。何になる、いやー、さあどんな話なんだろう。なんかにゃんこ先生したいっぽいけど、さあ99100100歩、何ダークライ探してる、なんだろう、都市伝説的な、かわいい、たまみちゃん、29、割と町の子っぽいな、なんか格好的に。29だよ。29ね。29。あら、忘れちゃった？何？にゃんこ先生に出会う儀式？これ。うん。なんだ？なんか景色変わったけど、お？無限のかけら、無限でいいの？これってイーフィリットの方が無限って言うと出てきちゃうから夢幻だと思ってるんだけど、お？あら、まあ、何をしてるんだろうこの子。なんかでも、お、ん？何？お、にゃんこ先生？
あらやばい。あ、喋る。あ、これ、あの、喋る。あ、猫って。猫と認識している。よかった、よかった。タヌキだと思われて。夢を見ているのだ。あ、やばい。ちょっと、疑いつつある。タヌキ、あ、スコティッシュフォールドです。にゃんこ頭突き。あら、エビフライ献上されてる。まあ、エビフライ食べても不思議ではない。食べちゃう。あった、そうかな、そうかも。そうね、面白い。にゃんこ先生気に入ってるのいいよね、その名前。すごい食べた。もうこれはもう本当に鏡餅と言われてももう仕方ないね。うん。言い方夏目のことだ。もうそのそのもやしめっちゃ強いけどパンチで黙らす。あ、夏目にゃんこ先生、あれは何だったの。にゃんこなのか、そもそもタヌキなのか、豚猫なのか、鏡餅なのか、スコティッシュフォールドなのか。あー、で追いかけてその先で不思議な世界へ。お、え、やば、見えてる。ん、見えてるっぽくない。目があった。やばい、見えてる、これ後ろ。疲れたっぽくない、これ。これ疲れたっぽくないっすか。そっちに近い人間か、これ。お、夏目、夏目、夏目、後ろにいるんだ、多分見えてる。お？そういう言い方する？キャッチの仕方忘れてる。あ、そういう森なの。さあちょっと聞いとくべきだな。見えたね。異界なんだ。福音の森。え、けど妙、明らかに妙だったけど、あれ。つもりだったんだよね、多分。白い袋、何？
ポッド、ポッド。ちょっと気になるね。そんなハリーポッター的世界観があるの？うん、夏目は笑わないよね。うん、うん、なんか捕まってるけど、うん、うん、あら、はいはい、あ、ボロボロだ、優しいね。指輪？おとなしくていい子だね、この袋。なんだこの指輪。うん、ああ、わかる。やっぱあやかしだね、多分。あやかし？見えるの？まあ、若干ながらあるんだろうな。羽。この指輪何なんだろう。うん。ああ、なるほど。うん。わお、すっごいイケボ。期待40。イケボがすぎる。イケボがすぎるな。渋すぎる声が。ほほーみたいな、あれかと思ったわ。うん。まあ、返しに来たわけね。福音の森の入り口だったわけだ。うん。だから入ってきた。夜にならないと来ないのかな。勝手に弁当食った。やべ、原稿作らっちゃうかもよ。すごい。うん、でも深入りするべきでもない感じあるね。でもそのフクロウが主なのかな、たまみちゃん。ん？あら。あー、そうなんだ。あー、そうね。確かに巻き込むことになりかねない。そうか、夏目の知り合いってなってしまうと狙われる可能性も出てきちゃうからな。あら。先生。でもなんかやっぱり、他者視点で見る夏目ってやっぱりとことなく近寄りがたいというか神秘的な雰囲気はあるよね。荘厳すぎてみたいな。そんなところに先生そうだね。誰も近づけない、なんか近づきがたい雰囲気はあるね。不思議な。うん、こんなイケメンがさ、そんな感じだったらさ、なんか興味惹かれちゃうよね。
うん、あら、あそういうことか。でも確かに不思議な感覚だよね。お？あら、夏目。さあ一人にしてあとは大丈夫かどうかっていうとこだね。このリング結構大事なものじゃないの？でも大陸、この森の主イコールあれってわけじゃなさそう。お？使いじゃん。使いかあれって。ああ、名前返しに来たんだ。なんか似たようなあやかしがいたような気がしたけど。そうか、多分。OKOKOK。ああ。飛んでた。わお、だいぶ昔の記憶かな。あら、レイコさん。すごい高いところにいるんだね。うん。わお、真珠。へえ。その時に捕まっちゃったんだ。引っかかっちゃったんだね。あら、お前もか。あー、赤い石をつけた。みたいね。うん。来てる。ねえ。お？石さえ戻れば。うん。ああ。そうなんだ。消しちゃう？うん。うん。うん。ああ、そうなんだ。ならない。なあ、そうなんだ。そうするしかないわけだ。
あ、そうなんだ。引っかかっちゃったんだね、それで。さあ、うん、頭にしっかり乗ってる。優しい子だね。これが記憶の一部だったりするのかな。記憶が、そうか、夢としてで、かけらとしてちょっと実体を伴って残してくれたって形なのかな、この思い出を届けたわけだね。あ、夏目、うん、覚えてないみたいだね、多分。多分にゃんこ先生が届けてくれたんだろうね。けど夢じゃなかったっていうものとして残してくれたわけだ、あのフクロウが。うわー、いいな、なんか夢のかけらだね。でも本当に夢だったかもしれないけど、これがある限り実体として残ってるわけだもんね。つながりというか、こういうことがあったっていう事実は。なんか、周りの人だけじゃなくて、本人にもしっかり残るっていう。いいねー。こういう着地もありなのね。白飛様。終わってしまった。あー、見終わってしまった。ほぼ全部見終わってしまった。映画以外は見終わった。あー、終わってしまった。あー、終わっちゃった。長かったけど短かったな。あっという間だったな。夏目友人帳。7期、いつなんだろう。今年中だと嬉しいな。今年の冬とかだと。まあ、基本的に夏寄りの話だったから、冬にやってくれるといいよね。だから、9月、10月、来年1月ぐらいだと嬉しいかなって思いますよ、私は。いやー、見てよかったと、もう心から言える作品ですね、これは。夢の中枯れない花。うわー、終わってしまったー、寂しい。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、これでラストか。なんかすごい、僕も忘れない、この話は。忘れない、忘れませんっていうところであるわけなんですけれども、まあまあまあ、やっぱりあの子の人徳でもあるんだよね、こういう結果になったのは。本当はね、だって
ね、生きて返すわけにはいかないっていうところだろうから、うん、でもやっぱり記憶だけ消して特例で返してあげるっていうくらい、それくらい優しい子っていうか心が綺麗な人っていうのは多分見抜いていたわけだよね、あの白石様もね、うん、だからこそ呼んで記憶を消して返すっていうような流れにしていこうと思ったわけだと思うんだけど、でもやっぱりいいよね、ここでさやっぱり忘れてしまって切ないなって思うかもしんないけど、確かに実感としてそこにあったんだよっていうものを残してあげるっていうところ、うん、でも本当にいい子だもんね、あの子ね、本当にめちゃめちゃいい子だと思う。夏目友人帳基本成人しか出てこないんだけど、うん、けれどもかなりなんかトップに近いレベルで成人だよね、割と。なんかやっぱりああいう時ってさ怯えたりしたりするだろうけどさ、うん、なんかタキちゃんに匹敵するレベルで、あやかしに関してだったりだとか、こういう不思議な現象に対してなんかスポンジですよね、全て受け入れるっていう度量が広い子だよね、うん、優しくてすごいいい子だと思うからこそ、まあ多分夏目視点的にもね、あやかしにあんまりこう関わることなくやっぱり幸せに過ごしてほしいっていうのもあるわけで、うん、ただやっぱり彼女を思うからこそ、やっぱりあの思い出をすごい大切楽しいって思ってるったりとかも、なんか思い出として残ってるからこそ記憶を消すことにしっかり怒ったりだとか、なんか夏目じゃなきゃできない怒り方っていうのもあるんだ、なんかコミュニケーションって感じがするよね、うん、多分玲子さんだったらもうちょいライトに考えてたと思うから、あそうなんだへーで終わりだと思うんだよね、あの場にいたのが玲子さんだとしたら、うん、でも夏目だからしっかり人のことも考えてあげてほしいみたいなことを語りかけることによって、やっぱり記憶を消すだけではもったいないかもなっていう風になる、うん、人間のやっぱり見方も変えていくし、あやかしの見方も変えていくっていう夏目っていうのは本当に得意な存在だし、やっぱりこのたまみちゃん視点で見た夏目っていうのはどこがやっぱり人間とは違う存在なので不思議な人っていう感じでも心惹かれちゃうの、あんなかっこよくて、うん、みたいなところもあるわけだと思うんですけど、あーいいな、これがラストの話にしては後味が良すぎるよ、マジで切ないよ、もっと見たいよ、もっと見たいよ、7期はいつですか、7期はいつなんですか、うん、もっと見たいよ、やっぱり足りないよね、足りないよね、足りないよねっていう感じがあるよね、めちゃめちゃいい、なんかなんかやっぱり永遠に流しててほしいな、やっぱり、教育テレビでやるべきですね、これは。やっぱりこれを見て作文を書かせるということがいいことなのかもしれない。ああやってかけらを残したのはどういうことでしょうか、それを考えると少し心があったかくなると思う、うん、僕も今一生懸命残した意味を言語化しているわけだもん。でもそういうことだよね、やっぱり夢のかけらということで、夢として消えてしまうのではなく、もう少なからずそこにあったものとして実感として残してもらうために、自分とのつながりではないけれども、こういうことをしてくれたんだよっていうことを覚えてもらいたいっていうところがあるために、ああやってね、指輪のかけらをこう分けてあげるっていう特例をさらに作ってくれた白石様、ありがとうございますっていうところだし、まあこれからね、多分たまみちゃんと夏目は交わることはないんだろうけど、うん、でも夏目はなんかこうやって見守っていく感じがいいよね、さよならっていう風に言う、うん、まあまあまあ覚えることはないだろうっていうし、多分覚えてしまったらまた巻き込まれてしまったり、いろいろ大変なことになってしまうっていうところもあるから、不用意に身分を明かさないっていうところもあるし、なんかでも不思議なイケメンすぎない、後で話すよみたいな、なんか千と千尋の時になんか白に出会った時と同じぐらい、なんか心惹かれちゃうよね、あんな男の子出てきたらね、うん、いやーやっぱり夏目っていいキャラしてるイケメンだなって感じがしますね。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わろうかなというところで、特別編2も見終わりまして、クラシックリアクションシリーズ、俺が見たい部門、まあアンケートからねずっとこう見続けてきた夏目友人帳なわけなんですけれども、とりあえず6期まで見たということで、映画に関してはねちょっとやっぱり7期をやる前に見ようかなと思ってますので、一旦ここら辺で終了しようかなっていうふうに思います。いやーめちゃめちゃ良かった、めっちゃ良かった、本当に、うん、もう全てを通して、あすごい出会って良かった作品だなっていう風に思えるし、また7期やるってなったら本当に嬉しくて仕方がないな、本当に早く放送が見てみたいなっていうところ、うん、やっぱり名取さんは友人帳のことを知ったしね、うん、そこら辺も含めていろいろ気になる作品だなっていうところで、とりあえず今回はこんな感じで終わると思いますので、次回からは新しい作品になりますが、夏目友人帳を楽しみ待ちたいという方は、まあ1期からまた見ていただくとか、それとかやっぱりあと7期を一緒に楽しんで待っていただくっていう形になっていきますので、とりあえず皆さん7期を楽しみに待ちましょうという形で
今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、というわけで夏目友人帳全部見たわけなんですけれども、次回の作品もう決まっております。多分予告も出てるはずなんですけど、魔法科高校の優等生見ていこうと思います。まあ劣等生のスピンオフということで、まあ復讐がてら見ていくぞっていう話ではあるわけなんですけれども、これが一般公開されている頃にはもうメンバー限定で2話先に見ることができますので、もし興味がある方はぜひともメンバー登録してちょっと追いかけていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、夏目友人帳6特別編に、夢幻のかけらでした。バイバイ。いいね。